速歌塾の久保ですす動画をごご覧いいただきまましてありがとうございます実はですね、私、初心者なんですよ。私、インターネットビジネスの初心者です。ビジネスの初心者です。と言っても、誰ももう信じてくれませんよね。まあそうなんですよね。私は、インターネットビジネスを初めて知ったとき、2013年の6月14日、知ったとき、その瞬間、知った瞬間に、初心者という言葉を捨てました。最初の1秒で初心者という言葉を捨てました。なぜなら、 何をもって初心者とするのかそれはですね明確な基準があるわけじゃなくて自分が初心者ですと言えばほとんどの人はあ初心者なんですねっていうふうに認識すると私は広島で一番のネットビジネスの塾をやっている運営者ですと言えばあ一番なんだって思うんですよねまさにこれが広告の始まりなんですよ宣伝の始まりなんですよだからまだ初心者なんで失礼しますって言っていいことは全くないですよね大体、えー、いいですね初心者っていうことによって手加減してもらってんじゃないのとかね もしあのー、失敗しても許してくださいねみたいな甘えが入ってる部分もありますしもっと言ったら初心者から誰も学びたくないんですよね。うん、でもっと肝心なことは誰に対していつまで初心者なんですかってことなんですよ。例、えー、例えば私がいつも例に出すあのセルフバックですね自己アフィリエイトなんですけども自己アフィレートっていうのは1件やった瞬間にもう初心者じゃないんですよ。なぜなら1回もやったことがない人の方が1回やった人よりもめちゃくちゃ多いんですよ。 では2回やった人っていうのはどのぐらい多いかっていうと1回もやったことがない自己アフィリエイト知りもしないいやでも1回ぐらいやったかなっていう人を全部合計してもその何ですかセルフバックを2回やったって人ものすごく少ないんですよじゃあセルフバックを3回やりました10回やりましたセルフバックで100万円稼ぎました300万円稼ぎましたどのぐらいの人数いりますかってことなんですよものすごい少ない確率になってきますよねうんだから どこまで自分ができるかによって自分が上級者になるのか初心者のままで終わるのかということが決まります。私は初心者ですって言ってる人はいつまでも初心者のまんま 慣れないうちに実績が出ないうちにやめてしまってまた別の分野で初心者ですって言って始めるんですよね例えば「畑違いですけど」っていう言い方も丁寧に聞こえますけども別の分野から来たんでえすいませんこちらの分野は一からやるようになりますとかね何も分からないんで教えてくださいみたいなのは謙虚に聞こえますけどもビジネスの世界でこういう謙虚な振る舞いっていうのは全く意味をなさないです。 私は今までの経験をこちらの分野にも生かして必ず実績を取りますみたいなねそういうふうなある意味はったりめいた自信っていうのをかましていかないと誰にも選んでもらえないんですよねさあ話を戻します私は2013年6月14日にインターネットビジネスってものを初めて触れました初めてです初めて触れたその瞬間に広島ナンバーワンネットビジネススクール速可塾っていうのを名乗って始めたわけなんですよそうなるとどうですか昨日までそんなこと聞いたことがなかったのに私がいきなり言い始めるわけなんですよ で、私がもしねネットビジネスで1番じゃないっていう風に誰か1人が言ったらじゃあ2番ですっていう風な準備をしてましたでも誰もですねいやあなたは広島で1番じゃないでしょうっていう人に合わなかったんですよねむしろ1番という風に捉えてくださってどんな相談もどんな依頼もインターネットビジネスに関わることでしたら私のところに頂い,いたんではないかなと思いますさあそうなんですよ初心者となることっていうのは全く意味をなさないんですよただ自分の格を落としてそれからオーダーを減らすだけなんですよ で、どうせ名乗るんだったらあ一番になることを目指しているとかね上場を目指しているとかね、うん、1億円売ることを考えている目指しているとかねそういった自分がどの旗に向かって進んでいるのかってことを示すことに,示すことによってどの旗に向かいたいのかなっていう人が寄ってくるんですよ。 1, 1億円稼ぐぞ3年で1億稼ぐぞみたいな旗に向かって旅を続ける人には同じように3年とか5年で1億稼ぎたいなと思っている人がついてきてくれるんですよねだからこれは何を宣言するかっていうのは本当にどこに向かうかってことでイコールで初心者ですって宣言すれば初心者に向かっていくんですよ。 でそういうことではビジネス勝てませんので、私は初心者ですとなることは速座塾では禁じております。合宿に来た方もその通りでございます。この動画を見てお金持ちになりたいと思った人、プロになりたい、プロ意識でやってるって方も、初心者ですとか、まだ慣れていませんでってことは抜きにして、絶対にけえ後悔のしない結果を出しますっていうふ、ね、言えばいいだけです。失敗すればごめんなさいで改善していけばいいんですよ。 で自信を持ってしっかり受けていっていただきたいかなと思います。それがプロになる秘訣、えー、で、ヒートはです、ね、1億円稼ぐ秘訣になってきます、えー、今回は以上です。